じゃあ今日は特別ゲストということで、ちょっと友達だと思ってる人たちを言います、ではよろしくお願いします。お願いします。ピン入れてください。ピン入れてください。よろしくお願いします。杉谷君です。そこは当たってる。開けました。おめでとうございます。ありがとうございます。今全部何一つ情報あってなかった。ないですし、前回は宇宙からの中の友達のやめてください。でも本当ちゃんと編集版ピン入れてるんでよかったですよ。ないのやめてください。よろしくお願いします。3月26日来てよ。いや、行きますよ、僕。はい。これ見てる人、仮面をつけてくるのかよ、それともなんか普通のなんか野面で来るのか。野面できますよ。仮面つけて観客席乗って面白いな。ライブしてたらさ、俺からさ、観客席に仮面つけてるやつが一人いるの。めっちゃサプライズ呼ばれる気満々じゃないですか。こでばにち、ね、夜やらやらしいことして、ね、神崎さえちゃん、どうなの。だからあれやりましょうよ。例えばですけど、ライブ始まる前16時になるんですね。で15時ぐらいからグッズ売ったりしますよね、うん、そこで僕がなんか店員やってるみたいな。どうですか。だから写真撮ってとか原付無理なんで、そんなにいいんですよ。だからそこでたらお金はできるじゃないですか。これはでもラマ君のなんか売ろうよ。でも時期すごい安い。東京都の最低賃金で。次のいらないですから。1100円とで。それ僕やりますよ、そこで。そこで、嬉しい。それあかんで、お客様と僕ですね。なんか友達感じるな。なんかね、俺初めて。じゃあなんか、どんどん万引きとかしてほしい。ガーンと取って、負けーみたいな。みたいな。始まる前にちょっとそこで僕が、なんか店長じゃないですけど、やらせてもらうみたいな。あ、店長いいじゃん。はい、それいいじゃないですか、そういうの。あとあれですよ、くず寿司。まだ、チケット、まだ購入、ギリギリまでいけるということで、こちら載ってますんで、ね、僕らの一応、1日やってますので、ちょっと会場の方で、お見上げいただければと思います。よろしくお願いします。絶対来ないでください。ありがとうございます。全部です。